伊藤幸也選手が好きな四字熟語は焼肉定食らしいんですけども、今日晩ご飯が焼肉だったベンドスコーラと名乗るものでございます。本日もね、DNA の振り返りの動画撮っていこうかなと思います。それではね、皆様よろしくお願いいたします。いや、今日の試合なんですけどね、デーゲームでね、巨人が勝っていたので、まあ、首位巨人にね、食らいついていくために何としてもね、勝ちたい試合だったんですけども、結果を申しますと5対4でね、見事中日にね、サヨナラ勝利を収めたということになりました。いや、まずね、本当にね、よく勝ったなと、そのね、一言に尽きるかなというのは思います。序盤の攻撃はね、なかなかチャンスをね、こそあったんですけども、チャンスをね、生かすことができなくて、点が入らないということが続いていましたので、今日このままちょっとね、行っちゃうかなというのは思っていたんですけども、終盤で本当にね、よく追いついて、さらにね、サヨナラ勝ちまで持っていったかなというのは思います。シンプルにこのね、試合はね、すごいのね、一言ですよね。いや、本当にね、横浜 DeNA ベイスターズ強くなったなというのはね、実感して、ちょっとね、涙もね、出てくるような、試合でした。本当に、伊藤幸也選手は神と。ということで、ね、いつも通りね、打線や投手リレーの振り返りをしていこうかなと思います。いつもはね、僕が思ったことを言っていくんですけども、今日の試合はね、そこのところを割愛していこうかなと思います。まずは打線の方が見ていきます。こんな感じになっております。そうですね、今日はですね、5番でセカンドで伊藤幸也選手を入れてきました。いきなりね、5番での起用だったので、ちょっとびっくりしたんですけども、そのね、セカンド、5番セカンドでの起用っていうのに、伊藤幸也選手がしっかりとね、ラミレス監督の起用にね、応えてくれたという形になりました。実に良かったですね。で、8番にね、先発ピッチャーの石田選手が入って、それ以外はね、変わらないという形ですね。それでは1番の上里選手から順番に見ていきます。今日ね、上里選手は3打数の1安打、筒香選手はね、3打数の1安打ということで、そうですね、昨日7点のね、大暴れをしたんですけども、今日もね、1本ね、ヒットを打ってくれました。今日もね、サードでね、筒香選手は出たんですけども、なかなかね、打球がね、サード筒香選手のところに飛ばなかったんですけども、まあ、唯一ね、それっぽい当たりが、まあ、三塁線のね、難しい打球で、まあ、あそこよくね、筒香選手追いついたかなっていうのを僕は思います。まあ、あの打球はね、やっぱ理由、特別うまいサードじゃないと取れないですし、多分宮崎選手もね、取れないような当たりでしたので、あのね、サードのね、当たりをね、追いついたってことは僕は評価してもいいんじゃないかなというふうに思います。今後もね、筒香選手のサードっていうのは非常に楽しみですよね。で、外選手が5打数の0安打ということで、今日はちょっと元気なかったですね。ロペス選手が3打数の2安打。でね、今日のね、ヒーローですよ。伊藤幸也選手がね、4打数の2安打、2フォーマー3打点ということでした。そうですね、昨日はね、ビコネツ途中出場から2個ね、ツーベースを放ったんですけども、昨日ね、ラミレス監督が監督インタビューで、明日はね、伊藤選手、ホームランをね、打ってくれることを期待してるよというのは言ってたんですけども、まさにそのね、予言通りになったかなっていう感じでしたよね。どんだけ長打出るねんという感じで、パワーすごいですね。1本目のホームランなんてレフトフライかなというふうに思った打球がもうホームランになりましたので、パワーっていうのはね、本当にね、誇れるものがあるんじゃないかなというふうに感じます。本当にね、ここまで大活躍をしていますので、このままね、宮崎選手がなっていうのをね、しっかりとね、埋めて、横浜のね、新しいね、ニューヒーローとなっていただきたいかなというのを思います。いや、本当村田選手2世になってほしいですね。で、今日細川選手は3打数の0安打ということで、今日フォアボールこそは出たんですけどね、ヒットが出なかったということで、もう伊藤幸也選手がね、もう活躍してるので、細川選手もね、しっかりとね、アピールしてね、スタメンというのをね、ぜひね、掴んでいってほしいかなというのは思います。本当にね、期待しております。この5番伊藤選手、6番細川選手っていうのは本当にね、楽しみですよね。今後もね、長い目で期待していきたいます。で、右江選手が4打数の1安打、石田選手が2打数の0安打ということで、今日ね、強いて石田選手に言うなら、2回裏でね、バントをね、しくじってしまって、その後ピッチャーゴロでね、ゲッツーという形だったんですよ。あのね、ちょっとね、そこはね、反省していただきたいかなというのは僕は思います。山田選手が4打数の2安打ということで、攻守にわたりね、今日はね、とてもね、いい活躍をしてくれたかなというのを思います。攻撃面では、サヨナラ場面でね、先頭ツーベースを打ってくれましたし、守備ではね、やはりね、セカンド伊藤選手、サード、筒香選手ということで、やっぱ心配なね、ブルーがね、多いかなというのは思うんですよ。その中でもね、今日山田選手何個ゴロさばいたんですかっていう感じなんですけども、守備での安定感というのを、見せてくれました。はい、次は代打守備交代を見ていきます。こんな感じになっております。今日はね、藤岡選手の代打で石川選手が1打数の0安打。で、川水選手の代打で桑原選手が2打数の1安打ということで、1打席目の当たりね、ホームランかなと思ったんですけどね、手前に失速してレフトフライになってしまいましたね。いや、惜しかったです。で、三島選手の代打で中根選手が1打数の0安打。で、来走はね、ロペス選手の代走と音坂選手が出てきて、そのね、4番に入って音坂選手がサヨナラ場面でね、しっ
かりとね犠牲フライを放ってくれました。いや本当にねいい打球だったので打ってくれてありがとうございます。で守備交代、上里選手の代わりに桑原選手がセンターに入りました。続いて投手リレーを見ていきます。こんな感じになっております。今日は先発の石田選手が 5.2 回を投げて3失点ということで、本当にねいいピッチングをしてくれたかなというのは思います。初回のねアルモンテ選手のホームランというのも、まあ、他の広い球場だったらライトフライの、ね、当たりかなというのは思いますので、やっぱり自己的なではホームランかなというのは思いますので、本当にね今日はナイスピッチングをね石田選手はしてくれたかなというのは思います。藤岡選手が 0.1 回を投げて無失点ということで、石田選手の後ねよく抑えてくれました。で斉藤選手が1回を投げて1失点、三島選手が1回を投げて無失点、山崎選手が1回を無失点ということで、山崎選手ねちょっと本調子じゃないかなというのを思ってたんですけども、よくね0点で抑えてくれたかなというのは思います。今日の、ね、試合ね本当にね、よく勝ったかなというのは思いまして、宮崎選手がね、離脱してしまいましたので、そこのね穴をね埋めようとね若手の奮闘、チームね一丸となってね取った勝利かなというのは思います。明日もねエースの今永選手ということで、ぜひね勝っていきましょう。それではここまでご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価、コメントの方よろしくお願いします。いつもこんな感じで撮っておりますので、ぜひ見てください。グッドボタンもよろしくお願いします。それではお疲れ様でした。さよなら、バイバイ。ここで一発ユキヤン、ここで一発ユキヤン、ライトへ、レフトへ、ホームラン。それゆけ、それゆけ、それゆけ、ユキヤン。かっ飛ばせ、ユキヤン。